はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、本日も始めていきましょうということになるんですが、EU の工業について見ていきましょうということになります。はい、EU の工業っていうのはどういう風になっていますかっていうと、1970年、1980年、1990年と順番に要するに変わってきているということになるわけなんで、これをしっかりと見ていきましょうということになります。1970年、鉄鋼業が低下し始めてますということになります。鉄鋼業が低下し始めましたということになるわけなんですね。で、1980年、ハイテク産業ということになるんですが、1980年のハイテク産業で航空機が、航空機とハイテク産業が伸びてきているということになるんです。で、これ航空機に関しては覚えておいてください。航空機を作れる会社っていうのは、アメリカと基本的にヨーロッパ、この2つしかないんです、ね。国が。アメリカとヨーロッパだけ覚えておけばいいです。今のところ多分ないはずです。アメリカとヨーロッパで。これが航空機を作れるということ。したがってグラフ表を見たときに、航空機が要するに生産もしくは輸出っていう意味で入ってたら、それはアメリカかヨーロッパのどっちかになりますんで、しっかり覚えておきましょう。じゃあ今どうなってますかっていうと、EU で暴動が起きたりとか、問題が起こったり発生したりっていうことになってますよね。これはどういう風になってますかって、前回もお伝えした通りなんですけど、東ヨーロッパにどんどん要するに賃金の安い国っていう形で、どんどん移転しちゃいますよと。ね、どんどん移転しちゃいますよという問題が発生しているので、この東ヨーロッパに移転していますよということになるわけですね。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。